か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。俺らもいねえ間ピッコロにはご飯の修行任せっぱなしになっちまって悪いことしたな。ついてるし、あいつらいい指定コンビだな。あいつらとの修行楽しみになってきたぞ。始めっか。よし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。お前たちの力見せてもらうぞ。ただやるじゃねえかおめえら。どうした？そんなもんか。ひるむな、ごはん。俺もお前も強くなっているんだ。はっ、まだだぞ。ありゃ、伊達に一年も遅れて帰ってきたわけではないようだ。そういうおめえたちも、なかなかやるな。さすがお父さん。しかし、あのフリーザを倒しただけのことはある。今の力は見えてきたみてえだな。それはどうかな。手が詰めすぎだ。Yeah!
おっと、よし、今日はこんくらいにしておくか。まあよかろう。僕も頑張らなきゃ。おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。お前がメソメソ泣いてたことか。そうか、おめえたち、オラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜご飯。はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだが。なに、ベジータなら大丈夫だ。やつが修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあれば。あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。ここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと。そりゃお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。ま、そういうことだよ。集めてきてほしいのはね。と、必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。見てろよカカロット、貴様以上のトレーニングをして俺は必ずスーパーサイヤ人になってやる。
これか。スーパーサイヤ人になるだけじゃないぞカカロット。俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。ザコどもか。負けっぱなしな今のありさまは俺にとって何よりの屈辱だ。強くなる。何だってやってやる。クソったれ。フンザコどもか。この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃそいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは。フリーザ軍の残党か。お前ベジータか。なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカか。俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。やりっこ。ザコが！